美しくなければカリスマになれない。完全にほぼじゃないですね、完全に痛みが消えましたね。ここ数日で来ましたね。はい、で、まあ、ちょっと前まではここも押したりしたら痛かったんですけど、で特にこめかみあたりが痛かったんですけど、それはもうなくなりました。全然違和感もなく、笑っても引っ張れる感じもなくなりましたね。突然大きく変わったわけじゃなくて、自然に変わってるので、逆に言うと気づかれないんじゃないかなと思います。だから先生がいい頃合いにしてくださったなと思いますよね、うん、やっぱり私と同世代ぐらい その40代50代でたるみが出始めた人に、なんか急激に変わりすぎると違和感が出るじゃないですか。だからちょっと気になるなとか、たるみ始めたなっていう時にやると自然な感じなく変われるんじゃないかなと思いますね。まあ、まず結果としては大満足です。で、そうですね、なんか鏡見るのがちょっと嫌だなっていうことはあったんですけど、それがなくなって、なんかこう明るい気持ちで朝を迎えられますね。おすすめです。